昨日午後10時ごろ、帯広市東予条南24丁目のコンビニエンスストアで、男が店員に包丁を突きつけ、金を出せと脅し、レジの中から現金13万4千円を奪う強盗事件がありました。店員に怪我はありませんでした。男は年齢30歳から40歳くらい、身長160センチメートルほどの小太りで、 服装は黒色色ののフーーード付きジジャンンパパに青色のパンだったとということです大晦日の夜にも3キロほど離れたコンビニエンスストアで強盗未遂事件があり警察は逃げた男の特徴が似ていることから同一犯の可能性を視野に男の行方を追っています。